県庁を訪れたのは香港の長宿山英文中学の生徒らおよそ50人です。海外からの教育旅行は県観光連盟が窓口となって誘致を進めています。新型コロナウイルスの水際対策終了後、海外の教育旅行の受け入れは初めてとなります。一行は職員の案内で県庁や県議会の議場を見学し、離島の多さなど長崎県の特色や施設についての説明を受けました。その後、平和公園や原爆資料館を訪問し、今月7日までの日程で熊本や福岡も訪れる予定です。長崎はとても有名なシティ、平和パークと現場の資料館が行くので期待してもらいます。因为咧，我觉得大家都系即系好亲切啦，啲人系好礼貌，好 nice 啦，跟住就会令到我觉得即系唔系冷冰冰嘅咯，系即系好系好有火嘅。県観光連盟によりますと、今後も中国や韓国の学校が長崎を訪問し、県内の学校との交流を予定しているということです。